てみるよ。今回ご紹介するのはボーマニファクチャーエアコッティングショットガンファバーム STF12-18 インチ。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ペケ、はい、どうも皆さん、デメリューでございます。はい、どうも、本日はですね、あいにくの外は天気が雨ということで、わかんないですよね、一切。いやもう、違いはないんですよ。いやもう視聴者の皆さんに違いがない。後ろがビチャビチャ言ってるのが全く分かりませんか。全然分かんないです、ね、分かんないですか、はい。本日雨で気温もぐーっと一気に下がってですね、もうこれガスじゃ打てねえじゃねえかというですね、気温になっちゃいましてですね。そうですね、今日はぐっと下がりました。もう10月ですからね。何日か前の撮影の時には30度ぐらいで、暑い暑い言って、暑いな暑いなあ、ね、がたいの大きい私は裏方さん、くまちゃんあたりは大汗を垂らしながら撮影したというね、そんな中やってましたが、本日もですね、はいはい、またこの撮影の風景をですね、生配信しながら、プラス今日はなんとですね、職場体験しに来た若い子が一人、デッチボコしに来たんでね、それをぜひ体験してもらって、後ほどどっかで登場出るかもしれませんが、それをぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。はい、それではデメリュー本編ですね、はい、今回は。ライブ配信は概要欄の方にね、リンクがありますんで、ぜひぜひご覧くださいと。当日のよくわからないね、それ文句言ってるシートがね、見れますからね、ぜひぜひ。やってられないと。もうやだそうですね、ちょっと皆様にはそれを見てもらって楽しんでもらえる。ネミちゃんも常に撮影前にはやだやだとダダをこねてね。そうだね、飴、ね、もらうまでやね、飴玉をね、ご飯食べてって言ってやり始めるんですよ。そうですね、そういうシーンをですね、ぜひ裏側で見てもらえればと思います。はい、それではですね、銃の紹介の方いきましょう。はい、今回ですね、ちょっと私これ言えないかもしれないですけど、ファバーム FABARM って書いてあるんだけど、わかんないです、このメーカー私も聞いたことないので。はい、それではご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファバーム STF12-18 インチモデルでございます。はい、どうもどうも、皆さんこちらですね、あまり見たことのないモデルだと思います。最近出たばっかりのショットガンですね、エアーライフルショットガンで、結構ですね、丸井さんのエアコッキングのショットガンシリーズと互換があるということでですね、はい、ちなみにこれちょっと期待されてる方が何人かいらっしゃったみたいなので、それであえてこちら選ばせてもらいましたが、はい、ちょっとですね、スペック系のものをいきたいんですけども、この、イタリアなんですって。イタリアのファバームプロフェッショナル社というところがあって、これ言い方多分違うかもしれないですけど、フェバールかもセザールかクケスクタル、なんかいろいろあるかもしれない。イタリア語、イタリアのメーカーのライセンスを取ったモデルというショットガンになってるそうです。でもイタリア感があんまりデザインにはないよね。なんかこう無駄に R 書いてるとかさ、なんか実用的じゃない。 R 書いてます。いや全然実用的なモデルじゃない。 M3 の実用的ですけどね、スーパー90とかの、モデルにちょっとフロント部分は近いかな、後ろはスパスみたいな感じも少しはするかなというようなモデルなんですが、さてさて、いつもの通りデメリューは後ろからのご説明という形で説明していきたいと思います。はい、まずこっち18インチモデルという長さがあるんですけど、アウターがですね、ストック部分、折りたたみなどは可能にはなってないですけども、非常にですね、樹脂、これ全体的に樹脂なんですね、全部が、レールも樹脂で、重量的に軽いんですけども、ストックは十分支えられるぐらいの、ただストックは僕ちょっとこれ刺さるね、なんか刺さるストック、ここがちょっとちっちゃいのかもしれないね、エンドが、で肩にね触れた時にちょっと、まあ痛えな。そこはラバーですか。これはラバーです。あ、マイリトル、ね、はい、これはラバーです。マイリトル、これ間違いなくラバーですね。ラバーコートをされたもんでしょうね、はい、そこ外れるわけじゃないですね。別にバッテリー入れるとか飯に取りますか、虫に取りますか。いやいや大丈夫です。大丈夫ですか、虫に取らなくて、はい、多分頑張れば取れますけど、はい、基本は取らない方がいいと思います。でもなんか不思議なストックですね。ちょっとね、形でもグリップもグリップが独特ですね。付け根がなんか
そこで繋がるんだみたいな、まあ、ここで繋がって、まあ、グリップもね、握りちょっと太いのかな、普通のグリップより、うん、ちょっと見たことのないデザインのグリップですね。ちょっとミルキー入れかなんかにはなってない。ミルキーはね入らなそうだね。これ蓋にはなってないから、なんか開きそうだけど開きそうで開かないと、ね、はい、で小傷がやっぱね元からちょっとあるね。ちっちゃな傷がちょん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 と入ってますね。で、トリガーガードが、まあ、ちょっと独特なトリガーガードデザインですね、はい、もうちょっといいよ、まあ、四角っていう形じゃなくてトリガーガードのデザインがね、はいはい、でセーフティーこちらになってます。今ね、まあ、ショットガンだといつもの落ち出しますよ。落ち出します、落ち出しますよ、はい、落ち出しましたよ。なんか形があれですね、おにぎりみたいな、ね、三角おにぎり、はい、おにぎり型。これ赤とかでこっち違うんだ、丸なんだ、丸なんだね。なあーあーえー、あ赤、赤出ます、はい、これが今セーフティー。レッドラインが入ると鳥が引けます。あ、引けるんだ。で、打てますよと、はい、で、押し込むと打てませんよという流れでございまして、こちらスリングフックね、リア、はい、これ多分ね、入らないものが多いかな。ちょっとナス感が大きいと入らなそうですね。これはなんか二点の平べったいスリングがそのまま入る。ジューシーだ、ジューシーですね、ジューシーだ、ジューシーです、ね、ジューシーはね、あの負荷かけすぎると折れちゃうので気をつけてくださいね、はいはい、で、フロントのアッパーレールが20ミリレールがピカティニ規格のですね、はい、ズバーッとこうここまで伸びてます。ズバーッと何乗っけてもいいですよっていうぐらいね、本当に大きくあるんですが、はいはい、でこれ標準でですね、このサイトがついてます、はい、ちょっとねサイトがオシャンティーなんでね、のぜひ見てもらった方がいいかな。もうちょいケツ下で、ケツ下で、はい、どうでしょう。これ蓄光なんですか。蓄光ついてますね。蓄光か、蓄光のフロントが赤、後ろが、緑と、はい、でこれなんかあの FPS ゲームやったりするとね、こういう画面になるものがあるんですけども、はい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 、これが本当に構えるとリアルに見えるんで非常に見やすいんじゃないかなと思うんですが、これね標準でついてるんです。 LPA タイプというね、LPA タイプ、全くもってカンペの顔見してますけど、ファイパーサイト仕様今全然枠から外れてるんですよで、これダミーなんだね、ここはね、なんもない。で、でもそのレールの長さってさ、スコープつけろってことこれ。いやどうだろうね、スコープよりドットサイトでブースター、もうありじゃない。ブースターの距離にしては難しいよね、このケツがね。でここからドット届けないでしょ。ブースタードット、うん、ドットでいいんじゃないかな。だからレーザーとかつけるの？いらないよね。こんな長いの？かっこいいよね。とりあえずなんかつけとこうかっていう感じ。そうだよ、いっぱいあったらなんか嬉しいじゃないか。ライトとか。そう、でもこれ樹脂だから重くないからありだと。あ、さて、はい、でショットシェルがこちらのモデルはですね、はい、2個標準でついています。東京丸いとですね、互換のある、うん、ショットシェル2個30発黒いのついてるんですね、これ、こっちが痛みが強い時で、こっちはもう死ぬ寸前で使ってください。あ、なるほどね。用法用量を守って座薬としてね、ちゃんとお使いで座薬なのそれ。座薬として中に薬いっぱい入れてこうドシュッと注入型なんでドミちゃんのあの薬。そうです、表向き、表向きドミちゃんの薬で、じゃあで、30発入れられるんで、1回コッキングで3発出ます。これ丸いのエアコッキングと同じなので、じゃあ、定番になってるかどうか忘れてる方もいらっしゃると思いますが、はいはいはい、どちらでですねマガジンチェンジをするかというとですね、こちらのレバーを、手前にコックすると、はいはい、いらっしゃいませ。このようにですね、お決まりですね。皆さん一緒に言いました今、はい、大丈夫ですか。もう一回やっていきましょうか、はい、せーのですよ、せーの、いらっしゃさーっとこう、はい、このようにですね、よくやりました。はい、おめでとう俺ら大人に殴り殺されるんじゃないかと、というわけでですね、ここがフリーに開きまして、カートを、前から入れて、はい、持ち上げて蓋を閉める、はい、で、まあ、この辺丸井さんと一緒、はい、デモチェックポイントはい、いただきました、はい、これね、私今開けた時に思ったんですけど、はい、これ開けますよね、もう一回よっしゃっしゃって出てきましたね。ここまではいいんですけど、ここのプラプラの部分が、あのね、いかんせん壊れそう。プラプラこれはね、あのすぐ行きそうな感じします、ね、ちょっとね、あのバネもね、何もそれがないと入ってないんだよね、多分マガジンって勝手に出てきちゃうよね。頑張れば
頑張るか、衝撃を与えなければね、うん、だからそこを折らないように、折らないように ね、 そうですね、前にもあったら蹴っぽっちゃったら折れますから、蹴っぽっちゃうって分かりづらいんだけどね、蹴っぽるとはここ前ね、蹴っちゃうとってことですか。そうですね、蹴っぽっちゃうとそこ蹴らないでしょ、なんかこう走った時になんかぶつけたりとかね、ぶつけたりね、するとこれ、これ以上テンションかけると折れちゃいますので、はいはいはい、気をつけて使ってくださいね、はいはいはい。で、コッキングしてみましょう。今空打ちになりますね。コッキングのね、はい、ま、重さがちょっとわかんないんですけど、ほっ、音すごいんだよね。ガッチャンって弾いて、丸いのスパスとか M3 ぐらいの重さはあります。あの弾いて戻すの、戻すのは勝手に戻らないんですか。結構自分で、あ、自分で戻す感じ。はい。で、大事なこと、もう一個言っときます。ダブルチャージ、はいはい、よく言ってますが、ダブルチャージをするとエアーコッキングショットの場合はですね、うん、BB 弾が2発入ろうとして、うん、ダメになることが多々あります、ですから必ず1回のコッキングをしっかり引き切って前に戻すと。これをしないと大体壊れます。でもう二度とコッキングできなくなっちゃったりということもあるんで、このコッキングちょっと硬いのでね、ご注意ください。ラピッドワイヤーがあるかどうかはまだ分かりません。私もこれ書いてないんですけど、やってみます。ああ、ぜひ。じゃあできちゃった、うん、あ、できますね、ラピッドワイヤーね。説明書書いてないんですか。ないです、ラピッドのことは一切書いてないんですか。はい、とりあえず。じゃあできるけどどうなんだろう、やってて大丈夫なの。じゃない、丸井さんのねメカを多分参考にしてオマージュしてると思うんですよね。オマージュ、オマージュで、そういうのね一切着せなかったんですけども、できるというのが、はい、で、アウターバレルですけども、これだけアルマイト仕上げ、要は金属なんですね、はい、アルミ化にメッキ処理をしてると、どうでしょう。なかなかね面白げな、はい、ハイダーもなんか、このハイダーちょっと気になったんですよ。ちょっと重厚向けます、はい、申し訳ございません。ギザギザになってですね、ストライク型になってるんですね。ただ、はい、残念なことがこれ樹脂です。あ、樹脂なんだ。フロントはね、ただ樹脂なんですけど、はい、まあ割れちゃいそうだね、ぶつけたら。確かに、ここからね、こうぐーっと寄ってみますけど、ちょっと変わったデザインですね。まず何よりもそのイタリアの正式なメーカーのパテント、要はあのライセンスを取っている商品なので、しっかりとですね刻印が打てるという。多分このパパラームパパラームフェフェフェセザールみたいなね、絶対セじゃないよね。パパラームみたいな、 F から始まってんだからセじゃないです。 F から始まる何かだね。パパーパパームパパーム、まあ本当のところがどうやって読むのかちょっとわかんないですけど、パバームっていうことにしときましょうね。で、これ、これが、あの、はい、刻印が入って、STF12 としっかりと刻まれてると、はい、はいはいはい。で、ここにもなんかね、これ多分なんだろうね、何かの多分なんですか、いいっすよってやつや、使ってみたいな、 PL マークみたいなPF お客様消費で、細かくこうね、入ってるんですね、ダイソーは。で、アンダーレールがこちらについてますけど、これね、フォアグリップつけてやったらね、折れちゃいそうでね。そこもプラですか。樹脂です、ここも。樹脂なんですね。樹脂です、はい、ここも持ってガピョーンやったらガチョーンドキーっていくから、基本はつけちゃいかんね。ガチョーンといくわけですね。谷圭知らない人いっぱいいるでしょ。え、だいたい若い子はガチョーンって言ったらそれしかないでしょ。谷圭でしょ、うん、うん、多分知らない人いっぱいいると思うよ。そう調べて調べてもらう、ね、目の前の便利な箱で調べて。そうだね、谷圭って谷圭ガチョーンで、ガチョーンが出てくると思います、ね、ううとさて、外装ババ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 ズババババババっといきましたけど、はい、フロントここにもね、フックありますから、こっちも樹脂です。樹脂なんですね、はいはい、両方とも樹脂なので一点で支えるんじゃなくて両方で押さえて、力の配分をね安定させてあげるっていうのが大事だと思います。はい、はい、これ18インチって長いモデルなんですけども、3種類他にもあるんですね。ほう、フロントが今一番長い18インチモデルっていうのも光っちゃうよね。ああ、いや、あ、そんな感じで大丈夫かな。18インチ、その真ん中のミドルモデルがストックだけついてるやつと、はいはいはい、で、総豆腐モデルですね、ストックがないやつという3種類が出ております、はいはい、全部入ってるの。うち確か全部これ入ってるはずです。で、価格が結構ね、丸井さんのよりもちょっとお高めになってまして、うちの販売価格でこの18インチが 18,900円となってますね、はい、ただ、作りは丸井さんのやつにも負けないぐらい結構綺麗なんですけど、ただ注意してもらいたいのが小傷、これはあります、うんうん、
海外製品のものはですね、輸送中の間にもうついちゃう可能性があるので、それだけちょっとご了承くださいと。さてさてさて、5メーターメジャーでね、お、測りますか。これは長いモデルです。絶対5メーターもいらねえだろって毎回言ってる通りなんですけども、ついについに活かせる日が。これ多分1メーター50ありゃ多分測れると思った。うん。2メーターメジャーでいいじゃん。随分前の回で言ってるんですけど、ここの撮影所の幅がまず2メーターだっていう話で。そうね。さて、はい。はい。924mm ですね。924、はい。高さいきましょう、はい。ドット台と何もつけてない状態で、210mm ぐらいかな。はい。21センチと、まあ、これを長いモデルなんでね、ちょっと、900、まあでもそれでも 1m 切ってるから使い勝手は悪くないのかな。あと軽いのでね、さて、あ、室長のおじさんをまた呼ばなきゃいけないんですよ。今日なんか代理の人今またチャットにいるんだけど大丈夫？代理チャットにいる、さっきいたよ。じゃあちょっと呼んでくるから。呼んできて。はい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 。もうあのおじさん長いんだから本当にね、行っちゃったよって感じだよね。ほんと困っちゃいますけどね。なかなかね、今日はあの紹介してるジョイカ珍しいモデルだと思います。あんまり聞かないメーカーですからね、ちょっと参考にしていただければと思います。あ、デメちゃん、はい、久しぶり。久しぶりだね。さっきちょっと代理のものが、そうだね、やってたけど、久しぶり。久しぶり。大丈夫？いや、ダメだよ。今日もう一人代理っぽい子いるけど、代理の声、まだ声細いでしょ。はぁ、ふぁ、じゃあね、今日も、はい、やっていきましょうね。こちらの計測器で、エアガン騒音問題対策室として測っていきたいと思いまーす。なんでそこ軽いのに、まーすって、若者意識なの。そうね、あ、そう、あの声の出し方的に、お前まーすの方が楽なの。楽なの。お前バーッってやるとそこで疲れちゃうでしょ。わかりました。今日長いからね、またそうそうそう。じゃあ行きましょう。あと代理も来ないとね。はい、じゃあ耳元から。はい、 108.4。 あー、出てますね。はい、じゃあ重厚側行きましょう。あ、もういい、いいっすね。フルオート。フルオートないね。いいの、これオート。多分セミオートマチックでもないだろうな、これポンプアクションだろうな。はい、はい、112.0。 はあ、はあ。メカ、はい、メカ、はい、いきます。 114.6。 はあ、言いたいだけだろそれ。予想通り。予想通りだね。炸裂音がすごいですね。ああ、でもこっち聞いてる方はそうでもない。あ、そう、売ってる人はそうかもしれない。カチンチカチンってなんか金属の音がねするんですよね。あ、しない。あ、そうですか。こっちにはしない。あ、そうですか。あ、もう次行けよ。あとで聞いてみれば分かる。あ、もう行けよ。地域自治体に。もう死ぬんじゃねえかって。だから、いやー、私はね、打ってる方はね結構カキンカキンと音が鳴ってるように聞こえるんですけど、前側の方はあんまりその音が聞こえないということで、ね、ちょっと意外でしたね。はいはいはい。あ、また終わってるんですか。いつものことですからね。もうこれでいいんじゃないかな、そろそろ。もう会えないんだよ、やっぱね。君たちは会えない。そういう星の下なんだ。代理の人には会ったんだけど。あ、代理の人はね、会えるかもしれないね。なかなかね、どうして。まあ100超えるやっぱ音の大きさはあるっていうね、ことは伝えられたかと思いますが、さて、それではですね、重さの方を測ってきたと思います。ゲームウェポンとしてね、ついに、また出るんですね、スラサーが。全国のスラサーの皆さん、お待たせいたしました。マガジン入れないと怒られるんですかね、一応。おお、ダメですよ、ダメですよ、皆さんに怒られます。全国スラサーの皆さんにちゃんと測れと。入れましたよね、ちゃんとね、はい、この右手の親指一本にかけたね、重いさあ、そこで行くんですね、スリングスイベル。はい、おい、お、
これね、軽すぎてもダメ、重すぎてもダメ、あ、止まりましたね。一番ね、はい、いいバランスなんです、この人。1870g、1.8kg ですね。 1870g、 はい。で、重すぎず軽すぎずっていう先ほどの言葉にありましたけど、この銃は重すぎず軽すぎずっていうのがちゃんとできてると思います。うん、持っててチャチーなーって感じもしないし、うん、あ、重くてやだなっていう感じもないから、これでね、遊ぶのは多分1日持ってても疲れにくいんじゃないかな、多分。でもね、外で1日持ってこれで遊ぶっていうのはある程度割り切ったりしないと。筋トレですよね。そうですね、はい、でよく筋トレ銃ともね。あ、まさか。でもね、サイト覗いたらやっぱかっこいいね、このサイトで覗くと。あ、雰囲気が当てて。でもちっちゃい、その銃口が後ろとかちっちゃいのに結構色がしっかり出てる、ね、色がしっかり出てて、ね、緑と。フロントは大きめだけども、緑と赤の発光がしっかり出てるんでね、はいはい、これ打ちやすそうですね、そこの部分はね。僕はレビューしやすくて好きです、はい、これぐらいのサイズが取り回しいいし。ドミちゃんが後で来るのかよくわかんないですけど、これのサイトを見てどう思うのかね。ねえ、あ、やっぱりいらっしゃいませすると、ね、自動退出してくれますね。あ、それは便利ですね。便利ですね。だ、あ、でも新品の状態でそうだから、だから結構緩いんでしょうね。緩いんだね、ホールドがね、うん、さあ、今回ここの見た目までレビューまで非常に良かったので、はいはい、実写の性能をですね、うん、やはり皆さんに見てもらいたいということで、3発発射ですから、ホップの効き、球弾の良さ、弾速はどれぐらいなのだ、弾速はちょっとですね、正確なのは測れないかもしれません、うん、一発だけ入れて測ればね、できなくはないかもしれないんですが、まあちょっと工夫して弾速の方を出したいと思いますので、皆さん後半パートもお付き合いください。それでは実写パートの方へどうぞ。はい、どうも皆さん、奇妙なポーズからシューティングレンジの方で早速やっていきたいと思いますけど、これは通称お金くださいポーズだということで、今決まりまして、リアルクマではなく可愛いクマさんのままクマちゃんが被り物をして今日はやっていきたいと思います。暑いね、これね。暑いの？もうここの気温はかなり下がってるけどね。あのね、頭の中ムレムレだこれ。あのね、タイかぶってる人の気持ちが分かるね。分かったこれ。これね、真夏きついよ。やばいよね、このシューティングレンジでね、タイかぶったらね、死んじゃいますから、あとね、ちゃんとあれでレビューをしろと無理な話なんで、さて、ご飯も食べてきてですね、私も元気いっぱいで、お送りしてますが、今日はですね、わざわざご遠方からですね、社会科見学をね、ま、それも前半で言ってますよね、いうことでシューティングレンジにはやってきちゃいましたよ。来ちゃいましたね。来ちゃいました。ついに来ました、あの男が、まあ、あの男の出番もいずれあると思いますが、今日はいつものドミちゃんがちょっとねお休みなので、クマちゃんにアシスタントをしてもらってやっていきましょうか。ちなみにこの様子も前半後半に分かれてですね、生放送でやっております。はい、概要欄の方ありますんでね、はい、リンクがね、はい、ちょっと見てもらえれば、こういうのたまに忘れてると、リアルに裏方さんが、補足を入れてきますんで、先に言っといた次第でございます、はい、さあ、はい、SDF さっきこれ言うとき SAF とかもう英語3文字の銃があまりにも多すぎるので、分かりづらくなっちゃうんですけどね。珍しい銃だね。珍しいんですよこれ。俺ね、イタリアの銃とかになるとベレッタしかイメージないんですけど、イタリアってやっぱそっちのイメージじゃないですか、うん、これもいいですね。ファバールームとかなんかね、ファバールームとかちょっと読めないんですけど、で、それじゃあですね、これショットガンなので、今気温とか関係ないですから、エアコッキングモデルですからね、早速シェルを入れてね、弾速を測っていきたいと思います、うん、はい、じゃあ皆さんいきますよ。はい、いらっしゃいませー。これだけちゃんとやっとかないとね、あとあとなんでやんないんですかって言われるんで、まあ昨日突っ込んでましたよね。あの山田くんがね、はいはい、そこを開けるときにいらっしゃいませってやらないから、ね、あ、それはね、もう厳重注意ですね。はい、うしょ、じゃあ弾速測りまーす。うしょ、お、出た 85.26。85.25。意外と出てるね。でも3発同時だからね。85.02。
85.02、うん、まあこれ弾速としてはエアーのもう安定してるんで大丈夫でしょう。ちょっと弾道をね今あの剛君に向かって打っていきたいと思います。はい、はい、ポップの散り具合がね、まあ、どれぐらいなんだろうね。はい、じゃあお願いします。あとちなみにちょっと思ったこと言っていいですか。ストックがちょっと短いみたいで俺ら体でかいでしょ、うん、あの巻き込む形になるんですね。クマちゃんは結構ね窮屈になるかもしれないですね。そうクマポーズです。それは違う、獲物放送時のポーズ。撃つぞショットガンで。さあじゃあちょっと弾道見ていきたいと思います。もうちょい左手。はい、こんなもんでしょうかね。はい、じゃあ行きます。あれホップかかり弱いかもしれないな。今最後落ちますね。あ、今伸びたな。今のは落ちた感じ。伸びたね。今伸びた。やったな。やったな今のは。ダブルチャージを起こした可能性があるので、よいしょ、はい、結構硬いね、やっぱりね。硬い？コッキングがね、重いのね。重い。まあ、ホップアップの効きどうなんでしょうね。なんか落ちたりとか伸びたりっていうのを結構繰り返して安定してないのかな、まだまだなのか、それかもともとこういうパッキンの癖があるのか、うん、どうかね。俺だったらちょっとこれ使うのをしばらく打ち込まないと怖くてちょっと使えない感じするね。100発200発うーん、結構このシェルで大変だね。このシェルで100発200発はね、なかなか大変かもしれないですね。これは散り具合がね、なんか出てきた、なんか出てきたけどね。まあちょっとね、あのターゲットをね実際に打ってみて、サイトがね、はい、どれぐらい使えるのか、うん、ちょっとやってみましょう。就航のサイトがついてますかね。就航サイトついてて見やすさはいいんですけど、就航サイト通り狙ってみると銃口がなんか下に下がるみたいなので、そこも含めてね、今日タボールもレビューしてたんですけど、タボールはサイトは絶対頼っちゃいけないと僕はなるほど思ってますんで、じゃあ私の方からですね、ターゲットがいつもの2個出てます。原さんからのいただき物と先頭さんからのいただき物両方使わせてもらってますが、今回長物なので原ちゃんのターゲットですね、あの金属フレームなのでね、多少短物ですか、まあ、基本的に先頭ちゃんのはハンドガンでメインで使いたいなと思ってますので、はい、それじゃあ好き嫌いで使い分けてるわけじゃないんですよ。じゃないですね。あの壊れるか壊れないかでターゲットがですね。原ちゃんのはねかなり丈夫なんでね、あれ溶接でできてますから、実でも対応してんじゃねえかっていう勢いになってきてますからね。重さがね結構重いんですあれ。結構重いんですよ。小判型からね私また狙っていきたいと思います。はい、よいしょ。はい、サイト通りね、まず行ってみようかね。これでね、3つぐらい落ちたらラッキーって言うんだけどね。行きまーす。はい、上行ったね。かなり上行きました。かなりって、まあまあ上行きましたね。ターゲット1個分ぐらい、1個分ぐらい、はい、次行きまーす。ん？もっと上行きましたね。すごい上行った。よし、みんな一つだけ言ってて、サイトは絶対信じるな。今サイトをこう下げて6時にしてみたんですけど、センターで一発目はダメで、6時でもうダメだったんで、もっと下げましょうか。じゃあ行きますよ。の高さはだいぶ良くなりましたが、本当ちょっと左に散っていきましたね。まあ少し高めですね。まだ高い。了解です。気持ちしたぐらいです。はい、どっち今どっち当たった？下に行き過ぎたんじゃないですか、うん、今下の段当たったの。いや、上のフレーム。あのね、今狙ってるのが、小判型がありますよね。小判型の下に小銭型って僕ら言ってるんですけど、小銭に今サイト合わせてるんですよ、はい、それでそれぐらいのサイトパララックスが起きてるんで、球は上に飛んでいくみたいですね。かなりちょっとラストの重い句いってみましょうか。かなり下狙ってるんですね。いきますね。とああ、
いいとこ行きましたけど、全部が全部がふわってこう逃げてったね。いらっしゃいませ。さあ、じゃあクマちゃんにもこれをね試してもらって、はい、どんな感じなのか。はい、はい、はい、じゃあ補金がね、ちょっと重めなのでそれだけ注意してもらって、はい、いきます。補金しまーす。いきます。え、かなり下に行きましたね。これはラッキーショットみたいなやつですか。いや、全体的に下に行ったよ。こっち狙ったよ。だよね、やっぱ散るんだね。え、じゃあ3つ目、うん、3つ目いく。ちょっと一旦粘ります。フレーム入ったね。いいとこにはいった。あ、そうだ、うん、ラグいったね。え、だってフレーム当たってんの。うん、今フレームの上のフレーム入ったね。上だね。全然サイトが当てにならない。やっぱり結構ね、6時照準どころか結構サイトのね、ここら辺狙ってるんです。それぐらいサイトパララックスがちょっとね、味わってもらうと分かるんですけど、ホッキングはね、まあエアコンなら、はいはい、あるんです。大丈夫だと思います、はい、エアコンならではのね、重さのある。あ、一回さっき電源落としちゃったからあれかな、リセットかかっちゃってる。ダメですね。ちょっとエディクマが走ります。ちょっと可愛いな、動きが地味に可愛い。はい、オッケーです。これでもなんか高さ変えられないの。これないね。あれ、なぜでしょうね。今技術者が来ますけどね、そろそろしたら担当が。まあまあ、とりあえず今回さあ、皆さんお待たせいたしました、悪い弾道じゃないんでしょうけど、いい弾道とも言えない。サイトでいくとね、ちょっと弾道も乱れてる感じですね、これね。ショットガンなんでね、丸いの逆にショットガンが優秀すぎる弾道を出してますからね。今日上を、一番上を狙ってきますよ。はい、おい、惜しい、惜しい。お、一番一発だけ上へ飛んでった後はね、同じラインでしたね。上でしたね。出た、上でした。上だね。結構下でな。ああ。半。出ました。ああ、だからね。ちょっと、書いた。一回コッキングが怪しかった時は必ずマガジンを抜いてコッキングをねリセットしてください。いや、見えてないですけどね。おじさん300円分だよ。またね、はい、300円だからね。めっちゃ長いの。300円だよ。めっちゃ長いのこれは。3日前からね。3日前から。結構長くやってるね。3日前からね。これはイタリアから入ったってあ、フレームだね、惜しいね、兄ちゃん。あ、惜しいね、兄ちゃん。またフレームだ。なるほどね。あ、癖が読みづらいし。なるほど、なるほど、はい、これは、でもこの距離でかなり散らばるってことだね。そうだね、広がっていくスタイルですよね。これちょうど、ま、真ん中打てば、どっかに当たるんじゃないかな。お、近い。まあ、人サイズでは入るってことだよね。ダメ。あ、ちゃんとラピッドファイヤーも、やってみましたけど、そっちの方が当たるっていうね。まあ、じゃあせっかくなんで、はい、
あのターゲット、クマちゃんだと怖いだろうね。ドミちゃんだと上半身はね、綺麗に、ね、綺麗に、ね、クマ…収まんねんだってこれ収まんねんだ。それじゃあですね、あの久しぶりの人型ターゲットをね、打っていきたいと思います。いくよ、クマちゃん。はい、よし、はい。やっぱ人間内には入るんだね、きちっと。うん、なんかセンター当たってる。うん、いいでしょう。はい、戻ります。人型にはね、もうものすごいこう動き動きいやあのね、もうバッチリ。これには十分なんだね。俺のバイタルには十分当たる。いやでもあれだね、やっぱこう精度の出すものっていうのは向かないのかもしれないです ね。人間台とかアバウト、まあ、ショットガンも実際はちっちゃいのを狙うためじゃないんで、うん、あのそこの一体を制圧するという力があるん で、コッキング重くなかった。うん、コッキング普通じゃないかなと思ったけど、丸いのやっぱりぐらいかな。まあ丸いとか、まあ、シーマさんあー、シーマさんの結構硬いですもんね。そうですね、ちょっとあそこら辺を引いたことがある人だったら想像しやすいかと思うんですけど、硬いって言っても何だろう、こうシアのかかり具合がうわっカチンっていうか、ちょっとなんか違うよね、丸糸だとね。もうちょっと早くかかってもいいのに遅延してガッチョンって上がってるのかなと、ニュっていう感じがするから。あと自分のね、個人的な意見だとちょっと引きづらかったんですよね。やっぱここは細くなってるんですけど、なんかこう引っかかりがよく分からなくて、まあ、滑り止めみたいなのをね、自分でつけるとまた一緒につけてくれって言ってるけど、プラなんだよね。これはね、多分もぎ取れますんで、簡単に言うと、こう持ってここガッてやると、ここを支点にして、いいですか、クキッてこう骨折っていうようなあーっていう。まあでも1万8000円ぐらいなんです、これ価格。デザインが面白いから、ちょっとね、正規ライセンスも取ってる、パテントも取ってますので、しっかりとしたモデルだと思いますので、皆さんぜひよろしければ参考にしてください。はい、てなかなかないスタイルなんでね。ね、あまり見ないですもんね。で、今まさにレメリを取ってコメントなどをいただいて、いろいろとこれはですね、直に言われたリクエストだったんですけど、はい、コメントをですね、募集しておりまして、コメントと、あと親指を上に立てる方向のやつのいいねというボタンですね。皆さんぜひよければ、ご視聴いただいた後いいね。多分ね、長いからご視聴するのが、最後まで見てて人は中毒者なんですね。10分ぐらいで見終わった人は普通の人ですね。1分で終わった人はもうデメとの相性が悪いんですね、きっとこいつムカつくってなる。最後まで見れた人はちゃんと友達登録してね。そうです、本当僕らはですね、何でしたっけ、チャンネル登録って言ってますけど、本当にデメリを始めた時と、言ったとのと同じ有言実行になりまして、友達登録と言わせてもらってます。お願いします。はい、友達感覚でですね、皆さん一緒に動画に興味を持ってもらって、 お話ししたりとかチャットしたりとかしましょう。じゃあついてみたりね。そうですね、ついてみたりとか、興味があったらぜひぜひ、チューチューってしちゃったりなんかして、チューチューはやだな、どういいかな、進めていいかな、ぜひ興味があったら、してみてください。チャットなんかにもですね、生放送のチャットもそうですし、コメントの方もいただければ、お答えできる時間であればできる限り答えていこうと思ってますので、よろしくご協力くださいと。それとスタッフ募集ですね。最近はスタッフ募集って言ってますけど、スタッフさんが最近充実ちょっとしてるんです。募集というかですね、募集項はまあ極端なさっきの言った友達登録したりチャットしたりしてるだけでも、皆さんとの人となりでですね、一緒にお話しさせてもらって、で一緒にちょっと出ませんかっていうのもありますので、まあ、ただまあ手伝っていただける方はね、ボランティアになりますけど。そうです、はい、お金は一切出ません。出ません。挙句の果てには夜明けのわからないあだ名をつけられるという場合も多々ありますので、無茶振りね、無茶振り、それに無茶振りね、全然問題なく対応できる方、どしどしご参加ください。で、ちょっとね、その前に事前に会ってお話とかしなきゃいけない場合がありますけど、
そうですね、お話しさせていただいて、あ、大丈夫だなと思えば、いきなりね、そんな全裸になられて、あ、ちょっとカメラ止めますっていうわけにもいかないですからね。まあそれはそれで面白いんで、別のチャンネルでね、今度ね、ちょっとデメリは一応基本的に、模型パドックの公式チャンネルなので、はいはい、一応ある程度の基準があります、ね、ありますので、はいはい、ね、そうですね、散髪式歩兵銃しか知らないというご年配の方とかはちょっとやってみたいと言われてもちょっとその場ではちょっと難しいかもしれませんので、あと若すぎても今度ね、小学生ぐらいが来られちゃってもちょっと出れないっていうのももちろんありますので、いろいろとありますが、ぜひぜひ興味があったら登録してみてください。はい、SPF12 大丈夫合ってます SPF12 の18インチモデル、はい、今回ご紹介させてもらいましたが、まあ3人ともの意見としてはマンターゲットに対して撃つ分にはいいでしょうと、精密射撃には向かねえと、向かねえと、それはもうそれはそうだろうというご意見で、あとはまあ言ってあるんですけど小傷ですね、海外製のものなので必ず少しはついています、そこはご了承いただいたり愛で埋めたり、そんなに目立つ小傷ない、ですね、ここにもう抜き跡があるんですね実は、白くなっちゃったりとか、まあ、整形のね際とか、あとここにね、小傷が無数についてたりとかね、こうピッ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 と光が当たって、まあでもよく見ないとわからないな、もうこの距離だとわかんない、そうですね、私はめっちゃ見えてますね、それはあなた持ってるから、あー眼圧の影響っていうことで、あそうですか、人よりちょっとね、見やすい、いろいろね、いいですか、2ミリの眼圧を呪いかけますよ、すごいいいですね、2ミリ目が出るのか、2ミリ前にわかりますか、出てるね、出てるね、あなた出てるね、これね、病的だねさて、はい、そんなわけでですね、今回も最後までご視聴していただいた皆様、はい、ありがとうございました。また次回の機会にお会いしましょう、はい、それでは参考にしてみてください。それではバイデメ、バイデメ、クマちゃん、クマちゃんだけ真夏だね、あ頭の中やばい、なんか来た。